はい、こんにちは。まえチャンネル前原で す。はい、今日はですね、くまモン頑張れえ、頑張れなんでね、頑張れえ、これをですね、2人で書きたいと思います。はい、ただですね、頑張れっていうのはなんかね、嫌なんだ、はい、パパは。はやっぱね、被災地の皆さんはね、頑張ってんだよ。うん、だから、乗り越えようぜにしようか。えね、最後。そうそうそう、最後はえ。うん、それでじゃあうちらもくまモンちょっと書いてみましょう。はい、今ね色紙を用意してますんで、はい、ここに書きましょうか。鉛筆とね 色ペンと消しゴム。あ、最初に鉛筆で下書き書いて、はい、これで、で間違えたら消しゴムで消して、あ、そうそう、で本書きをこのマジックで書いて、はい、で色つけて完成しましょうか。うん、あ、で下書きの方はこれで消しちゃいましょうかね。そう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 、それでいい。それもね、この役割だから。そうそう、間違えたところもこれ。そうそうそう、消すのもこれ。そうですね、はい、クーピーは、黒とピンクね、うん、赤がなかったうちに。ああ、まあでもいいでしょう、ピンクでね、うんうん、では書いていきましょう。はい、はい、どういう表情でもいいし、どういう格好でもいいから、うんうん、下書きだからね、そんな強く書いてあったら消すの大変だよ。ちゃん大丈夫大丈夫、いつもこう書いちゃう。本当にどうしよう、パパ富士山みたいな感じになっちゃったな。見てこれ。本当だ。全国のユーカリ、フラッシーとかが、うん、クマモンのことを応援してるみたいだよね。そうだね。クマモン早く戻ってきてほしいね。うん、ねえ、そういえばさ、これさ、目とか描いちゃっていい？もちろん、もちろん描いていいよ。まだ下書きだから、姉ちゃん。うん、大丈夫そこ。どんな感じに描こうかな。目とか丸いところだけ描いちゃおうかな。じゃあパパもこれで書こうかな。これなかなか難しいね、本書きもね。うん、うん、うわうわうわ、見てた。ちょっと気をつけてよ。パパこれを、あ、下書き消したの？消してない。え、消さなくていいの？やっぱり消さなくていい。すごいね。ピンクはほっぺだよ。よし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 。よし、あとここで終わる。結構すごいな、あやちゃん。はい、それでは2人とも完成しました。はい、では一斉にお披露目しましょうか。一斉の、ほい。このような感じになりました。はい、どうですか、イエシングのクマも目の横にほっぺたがあるからおかしい。目の下の方にほっぺがなきゃいけないのに間違えて書いちゃった。はい、メッセージは乗り切ろうぜと熊本ガンバ、熊本ガンバ、はい、イエシング書いてくれました。はい、そして、パパはこのような感じになってます。はい、ちょっとね、勢いある感じでスピード線っぽく書いてみました。色を塗ってみた、こうやってね。すごいこれ。ちょっとね、この辺崩れちゃったかな、なんか見せて。バランスが合ってない。崩れた。あ、ほんとだ。ちょっとね、力強い感じのくまモンに書いてみました。はい、乗り切ろうぜえってしましたね。乗り切ろうぜえくまモン。はい、このような感じになりました。はい、今回書いてみたんですけれども、はい、これでね、何か支援できるというわけではないんだよね。はい、うん、だからまあちょっとね、まあ、これで少しでも元気になるんだったら本当にありがたいかなと思いますね。はい、はい、他にもね、頑張れ絵は有名な漫画家さんとかがね、はい、書いてたり、我々みたいな一般の人がね、うん、書いて、いっぱい投稿してるみたいなので、ぜひ皆さんも書いてみてください。そうもね。はい、はい、ということで今回はくまモンの乗り切ろうぜでした。